行きましょうか。たんで、これをね、いきます、うん、よいしょ、ね、ちょ、あっちゃんです。今日のあっちゃん家の晩御飯はでっかいコロッケ丼、全部でね、これね4号ぐらい、4号ちょいあるかなぐらいある、丼です。これで食べしょう。チャオ、あっちゃんです。今日のあっちゃん家の晩ご飯は大盛りの丼、コロッケ丼やねんけどね、ちょっとよそりました。あっちゃん一人で 4号なんか食べられへんからね、みんなで、ね、シェアして食べましょうということで、いただきます。あ、うん、うまっ。味付け天才やな。これまたキッチン動画で出します。うん、結構簡単にね作れるんで、結構安いよ。ね、何倍やろ、600円、500円、600円ぐらい。一番高いの卵。うん。うん。おいしい。サムネイナンキンの妹と同じだな。これサムネイナンキンどこが、あ、取れへんな。すごい、そこ入るよ。ちょっとね、ご飯をもうちょっと足します。こぼしたよ。コロッケでも美味しいね。これはね、ヨースンのね、野菜コロッケ。何でもね、いけるんやけど。うん、玉ねぎがめっちゃ美味しい。なん
もうね、うん、おいしい。昔ね、ソースコロッケ丼は作った、よく作ったことあるんだけど、こういうのね、親子丼みたいな感じに卵で、どうしよう、タイプ初めて作るんだけどね、美味しいわ、間違いないわ。小松菜美味しい、ね、うん、小松菜はね、よう味旬で美味しい、いろんなパターンでね、を作ると晩ご飯もね、バリエーション広がるといいやん。同じもん食べて飽きてくるやん。うん、めんどくさいから同じもん作ってまうよね。うん、あのね、食べる人も飽きささないために、うん、レシピ努力も大事かなと思うね。もうちょい食べよう。ごちそうさまでした。あのね、でっかい器に持ってくるっていう大盛りにするとね、まあ、サムネのインパクトもあるしね、子供でもね、こう楽しみで食べられる、目で楽しむっていうのはね、目で楽しむ、味で楽しむ、ね、匂いで楽しむ、うん、これがね、料理の三原則やったちは思ってんねんけどね、こういう大盛りとかってやっぱりテンション上がるやん、うん、こういうのね、やっていくってのもありやと思うね。これがまたね、
大盛り料理、あっちゃんもやっていきたいと思います。ということで、あっちゃんのデカ盛り晩ご飯よかったよと思ってくれたら、高評価、応援コメント、チャンネル登録よろしくね。でまたね、バイバイ。今日のあっちゃんの、コロッケ丼の作り方はあっちゃんズキッチンであげるんで、ぜひぜひ見てください。ではまたね、バイバイ。